そのコース的にはね、甘いとはいえ、これ初球一栗原ライトでヒット、ワンアウトランナー一塁です。そしたらこの牧原、それから次の、ね、これピッチャー返しセンターへ、はい、いい終わる前に打たれましたけども、この2人はやっぱりこう勝負強い中村晃を迎えています。初球打ってライトへのヒット、牧原は3塁を待った、中村にタイムリーが出ました。そうですね、さあグラシアルからです。初球レフトの前ヒットになりました。グラシアルも初球、いやそうなんですよ、先ほど先頭の牧原、それからタイムリーを打った中村とね、はい、これ初球来てるんですよね。でこのグラシアル、ここも初球来ました。センターどうか、飛んない。マサゴは三塁に向かいます。ノーアウトランナー三塁、まず初球右中間に上がった打球、伸びていってフェンスダイレクト、ランナー二人帰ってきました。デスパイネを迎えています。これもライトへ伸びていく、この打球も2本目が出ました。デスパイネ追加点となります。3ランです。今度はライナーでライトスタンドへ。今日今シーズンの第1号が出て、そして2本目すぐ出ました。